メジャーリーグ復帰を準備中のカン・ジョンホがシングル A で2試合連続本塁打を放った。ブレーデントン・マローダーズでプレーしているカン・ジョンホは5日に行われた2018マイナーリーグシングル A フロリダ・ファイヤーフロッグス戦に3番3塁手で出場し、5打数4安打3打点1得点を記録した。この日、ツーランを放ったカン・ジョンホは去る3日、シャーロットストーンクラブズ戦以降、2試合連続フェンスを越えた。カン・ジョンホは3試合で12打数6安打2本塁打7打点を記録中だ。一方、カン・ジョンホの3打点の活躍でブレーデントン・マローダーズは5-2と勝利した。